い。皆さんこんにちは。ワンダリギュウィッシュ改めコロナブックロスです。今回はアウトオブパークベースボール斉藤佑樹物語第2話ということで、プレイの方していきたいと思います。で、一応斉藤佑樹にですね、まあ、フォーカスフューチャーしてプレイしていくので、月単位で斉藤のね、登板回を中心にお届けをしていこうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今回斉藤なんですけども、第3戦になります。ちょっと第2戦がですね、スキップしてしまったので、今回第3戦になります。これ実はですね、オートセーブになっているので、戻ることがもうできないと。なので、もし斉藤が怪我をしたらもうその時点で、例えば1年間の怪我とかになると、もうちょっとね、物語自体が終わってしまうっていうね、本当にドキドキするオートセーブ機能がついている。っていうか、まあ、オートセーブ機能オンリーのゲームになっています。で、まず最初に前回ですね、紹介できていなかった、ご説明が十分でなかったところですね、簡単にご紹介しておきたいと思います。まず、スタメンのところなんですけども、画面の左下の方にね、まあ、スターティングラインナップ出てると思うんですけども、その右側には、まあ、控えの選手が出ていて、その控えの選手をどういうふうに使うかっていうのも、ここで設定ができます。例えば、この if スタータータイヤド、つまり先発の人が疲れていたら、鶴岡を投入しますというようなね、そういう内容になってます。なので、今であれば、キャッチャーは近藤なんですけども、近藤が疲れてくるようであれば、鶴岡を投入すると。で、逆に、セカンドの田中健介、彼に関しては、7ゲームごとに渡辺に変えると。まあ、そういう設定も細かくできます。で、ピンチヒッターの順番がどうだとか、ピンチランナーの順番がどうだとか、このあたりの設定も一通りできます。で、続いて、ピッチャーの方なんですけども、ピッチャーの方もですね、クローザーを誰にするかとか、そういう設定がね、一応できるようになっています。今だと秋吉がクローザーの設定になっているっていう内容ですね。で、あと、ストラテジー、まあ、戦略ですね。ここでは、例えば、盗塁を積極的にやるだとか、積極的に次のベースを狙うだとか、ヒットエンドランを使うとか、まあ、全然使わないとか、よく使うとか、そういう、まあ、戦略、戦術の部分の設定も細かくできます。で、今回はですね、僕、コロナブッコロスが、GM 兼監督をやっているので、まあ、至ってノーマルな、デフォルトのニュートラルな設定になってるんですけども、これ例えばですね、野村さん、まあ、先日亡くなられた野村克也さんとかも実はいて、監督ごとに個性が設定されていて、ここのスライダーがね、変わるという内容になっています。で、清原とかもいるんですけど、清原みたいに監督経験のない人は、僕と同じように、ニュートラルの設定になっているという内容でした。ではね、ちょっと前回ご説明が至らなかった部分の内容は以上として、斉藤の第3戦見ていきましょう。で、斉藤なんですけども、実はですね、まだ勝ち負けがついていません。斉藤の状況、見ておくとこんな感じですね。2019年のデータが一番下に出ていますね。で、4月3日前回の登板。ここもね、ヒット8本打たれていて、1失点だったんですけど、勝ち負けがつかずという内容でした。なので、今回なんとかね、斉藤、勝ち星をつけてほしい。自身の力で。ということでね、4月9日、斉藤の第3戦、見ていこうと思います。ソフトバンク打線か。いやー、ずらっとソフトバンク強力だよね。今シーズンに関して言うと、ここにさらにバレンティンが追加されてるわけですよね。かなり強力だな。しかも、相手の先発は千賀。どうしても斉藤を開幕に指名した関係上、しばらくの間は相手チームのエースクラスと当然で、ね勝ち合うということになってしまうので、ね、なかなか難しいところだと思うんですが、ここはなんとか勝ってほしい。4番松田、5番内川というラインナップですね。では、プレイの方始めていきます。
まずは1回の表、ソフトバンク打線ですね。これピッチバイピッチっていうここのスイッチを入れると1球1球指示を出すこともできます。まあ、ちょっとね面倒なので1球1球というのはさすがにやらないんですけども、まあ、一番バッターね、出させるわけにはいかないのでしっかり抑えてもらおう。斉藤の第3戦、なんとか抑えてほしい。いや早速デッドボールか。まあ、ここはクイックで投げましょうか。今宮足が速いんでここはクイックで投げる。送りバントはないだろう。させ鶴岡ドハ。ちょっと斉藤のクイックでは話にならなかったかな。キャッチャーは鶴岡じゃなくて近藤でしたね。さあランナーが二塁、ノーアウトランナー二塁。なんとか初回0点で切り抜けないと厳しいけど、ここもうまいな。レフト前ヒットですね。うわぁ、早速1点献上か。斉藤大丈夫か。ここも強い当たり、落ちるね。レフト前ヒット。まだワンアウトも取れていないところで、ここで松坂。これは打ち取った当たりですかね。センターフライになります。ワンアウト。ランナーが二塁一塁。ここで5番の内川。内川も足は衰えてますけどね。コンタクトとかは、ま、さすがよ。ここはただ、ゲッツーを取りに行く。だ。またここで、四球か。これで、ワンアウト満塁。ここ抑えられないと、ちょっと斉藤の一勝目が遠のいちゃうのかな。で、7番にグラシアルがいるっていうのがすごい打線ですよね。ソフトバンク打線は。6番グラシアル、ここはレフト前ヒット。1点追加点を献上、なおワンアウト満塁で7番の中村、これは打ち取った当たりですね。ただどうだ、大丈夫だね。犠牲フライで1点っていう場面でしたからね。初回は2点を失った斉藤の立ち上がり。2回の表斉藤なんですが、いきなりですね、ノーアウトランナー2塁のピンチ。ここでまた先頭打者今宮を迎えるというね、苦しいピッチングですね。うお、近藤のパスボールか。これでノーアウトランナーが三塁。まあ、この状況でスクイーズはないと思うので、まあ、力勝負でいきましょう。これは切れるか、切れない、落ちる。レフト前ヒットが、これで3点目を献上。ここで抑えられないと、ちょっと斉藤の、1勝目。初勝利が遠のいていく。走られちゃうっていうのもね、今宮ぐらいの足があると走られちゃいますよね、簡単に。ここはただ抑えていかないといけない。大丈夫だね。4番松田を空振り三振。この回1点を献上して3対0。さあ、ここでグラシアルを歩かせて、ワンアウトランナーが二塁一塁のピンチですね。ピリッとしないね。斉藤。ここはゲッツーは取れないかな。うわ、フィルダースチョイスだよ。今のはファーストだろう。
しかも斎藤がね、ちゃんとホームベースのカバーに行かなかったからね。これ斎藤、懲罰的な交代だろう、これは。斎藤、今のはやっぱ、ホームベースのカバーに行かないとダメでしたよね。ちょっとここはさすがのコロナブックロスも、斎藤を一度、懲罰的、交代ということにせざるを得ないかなと思います。はい。ちょっと斎藤序盤で崩れてしまって、ソフトバンク戦は残念ながらね、11対3と大敗を喫した状態になります。では次の、斎藤のね、登板に切り替えていきましょう。はい。ではね、斎藤の、登板、4月20日やってきましたので、プレーの方見ていきます。ね、ちょっと皆さんにお詫びしなきゃいけないんですが、斎藤の出番ですね、また1回スキップしてしまっていまして、ただその間に斎藤なんと1勝目を挙げてくれています。なので、斎藤今シーズン初勝利を挙げた回をちょっと皆さんにね、お届けできなかった。悔しい。まあ、ただ、今回勝ってもらえばね、いいだけの話なので、なんとか斎藤に、ここでね、勝ってもらいたいと思います。では、斎藤の第5戦ですね。ロッテ打線を相手にします。斎藤、序盤で崩れることもあるからね。ちょっとそこだけ、ちょっと怖いですよね。で、ロッテ打線なんですが、まだね、鳥谷が反映されてはいないんですけど、鳥谷が今季新しくね、井口監督のもと、ロッテに入ってますんで、その場合、鳥谷はね、どこ守るのかな、セカンド、ショート、サード。まあ、どこ守るのかっていうのもね、楽しみなところなのかな、というふうに思います。さあ、では、行きましょう。今日の先発マスクは、キャッチャー、鶴岡ですね。おぉ、セーフティーバントか。いや、そこは斎藤がさ、フィールディングしなきゃダメよ、今のは。まあ、なんとか斎藤がね、そこでフィールディングしてアウトにした方が確実性が高かったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、結果的に、鶴岡のナイスフィールディングに助けられてワンアウト取りましたけど、いきなりセーフティーバントを仕掛けてきましたね。で、2番が角中です。ここは、サードフライですね。では、このまま進めていきまーす。はい、4回の表、斎藤なんですが、連打を浴びて、ノーアウトランナー1、2塁というピンチですね。ここをしのげば、2勝目が見えてくる。なんとか斎藤にここをしのいでもらいましょう。これは大きい当たりだが、どうだ、どうだ、だー、逆転のスリーランホームランを浴びたか。斎藤、ここでがっくりだな。逆転じゃないですね。ごめんなさい。先制のスリーランホームラン。ここはしのいで欲しかったところですけどね。まあ、ここで崩れなければまだまだね、序盤4回ですからね。頑張ってもらいたいところですが、連打を浴びている。ここはゲッツー取りに行こう。ゲッツーが取れないね。斎藤のなんですが、ちょっと斎藤自身のね、緩慢なフィールディングもあって、ワンアウトランナー二塁一塁のピンチを迎えています。ただ打線の方は2点返してくれて、ビハインドは1点に変わっているという状態です。で、バッターボックスは岡。ここはフォアボールか。斎藤、ここは踏ん張ってくれ。
さあ、斉藤は、これは、打ち取った当たり。大丈夫だね。よしよし。ここはもう斉藤にね、かけましょう。で、バッターは、細川ですね。細川の当たりは、打ち取った。よし、0点でしのいだ。ちょっと球数が心配になってきましたけどね。では、斉藤の7回の表。まあ、この回までかなという感じですね。スタミナ的には。ただ、このままだと負け投手になっちゃう。まあ、3点なんでね、頑張ってくれたかなっていう感じはするんですけどね。やっぱスリーランホームランが痛かったかな。これは、ファーストが取る。ナイス。さあ、7回の裏、ラッキーセブンのファイターズ。ちょっとここはね、あとはじゃあファイターズ打線に任せて、いきたいと思います。はい。結果残念ながら7対2と対戦。サイトもね、2敗目がついてしまったという状況になります。では、続いて、斉藤のね、4月最終先発になるかなと思います。ちょっとそこを見ていきたいと思います。はい。ではね、4月の26日、斉藤の先発になります。見ていきましょう。ソフトバンクで先発は千賀か。やっぱりこの千賀とぶつかることになっちゃうんですよね。ここはね、斉藤に2勝目を取ってもらいましょう。では、プレーの方始めていきます。斉藤の第9。あ、ファイターズがね、まず千賀から1点取ってくれてるんでね、この1点を守り切っていくというね、そういう戦いが見たいところだったんですが、いきなりスリーベース。ここでいきなり、今宮にスリーベースを打たれて、2番に柳田。2番にいるか。いや、本当恐ろしい打線だな、ソフトバンク打線は。ここは打ち取ったあたり、ただ、今宮が突っ込んできて、1点取られてしまったという状態ですね。同点にされています。はい。2回の裏、ソフトバンクの攻撃なんですが、まずなに、ワンアウトからツーベースを許しているというピンチになっています。1対1同点なんでね、ここはなんとか食い止めてほしい。抜けていくか。松田は突っ込んでくる。突っ込んでくるな。松田が帰ってきて、これで勝ち越し点を許したという斉藤。ここでこらえられないと厳しいよな。ここはゲッツー取ろう。OK だ。ゲッツーだね。なんとかゲッツーでしのいで、1点ビハインドですね。はい。斉藤なんですが、打線がね、援護してくれて5対2と3点リードの場面なんですが、ノーアウトランナー2塁1塁。長谷川を歩かせて、6番、松田を迎えるという場面になります。まずはワンアウト。これはゲッツー取れるんじゃないか？ちょっとゲッツーうまくいかなかったね。田中健介がちょっとダブルプレイスキルが低いのかな。ショートのね、石井はね、結構うまくダブルプレイ取ってくれるんですけどね。ここのピンチをなんとか0点でしのぎたい。OK だ。ここはショートが取る。石井はね、さすがだね。安心して見てられるね。3点リードの5回裏。
ソフトバンク内川を迎えるという場面、ワンアウトランナー二塁一塁です。ここも斉藤がね、内川をうまく抑えられるかどうか。だー、ボロったな。田中健介の守備ちょっといまいちだったんじゃないか。今のはね、ゲッツー取れてもおかしくない、そういうゴロだっただけに、斉藤にどんな悪影響が出るか。よし、ここは6-4-3のダブルプレーで切り抜けた斉藤ですね。はい、7回の裏、ソフトバンクの攻撃、依然3点リードを守っている斉藤なんですが、ここでツーアウトランナー三塁一塁、デスパイネ、4番のデスパイネを迎えているという場面ですね。なんとしてもここを抑えて勝ち星ね、2勝目取ってもらいたい、そういう場面になります。デスパイネはだー、レフト前ヒット、これでリードは2点。斉藤どうする、ここまでかな。ちょっと斉藤のね、スタミナ切れてますので、斉藤はここで降板という形になります。あとはリリーフ陣に任せましょう。はい。そしたらね、ソフトバンクの追い上げをなんとか切り抜けて、斉藤が2勝目投げています。ということでね、4月の斉藤の状況を見てもらいました。いかがでしたでしょうか。斉藤の方はね、2勝目を挙げてくれたという状況になります。次回はじゃあ5月をね、プレイしていこうと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。